56万のこの中ででも最速が3秒で言ってたよな。とりあえず下から叩いてみようか。上に行けねえじゃねえか。右側のコインの方に行ってみようか。そして右ギリギリでオンオフしてみる。それで先に行けないかな。うわ、行けそうにないわ。コース名にさ、垂直飛びって書いてたじゃん。だから垂直に飛んでいくとは思うんだけど、真下でジャンプしたらこうやってマリオが埋まっちゃうんだよな。じゃあジャンプするときに右入力したまんまジャンプしてみるね。なんか今2回行ったね。なんか分かった気がする。ちょっとやり直していい？多分ジャンプした瞬間コインの方向があるじゃん。そこにスティックを倒しておくんだよ。そしたら先にどんどん進めるみたいな。いや言ってないけど、これ見つけたのマジですごいと思わない？初めて見たねこんなの。まあまあこれでクリア方法が分かったね。ジャンプした瞬間右、そして左、これを繰り返すことによってどんどん上に行きますよみたいな。やった！最初左行くじゃん。そして右に行く時に一発目のキラーかな、それが出る直前に右ダッシュして切り替え三段ジャンプをしろっていう感じだったね。ちょっとそれでやってってみるわ。最初すぐ左に行くでしょ。でキラーが出る直前に右ダッシュ。いやこれでいいのかな、タイミングまだ分かってないんだけど。切り替え三段ジャンプもさ、タイミングがめちゃめちゃ難しくって、この着地した瞬間にジャンプボタンじゃ切り替え三段ができないんだよね。着地して 0. 何秒か経った後にジャンプすることによって切り替え三段ジャンプができるから、そのタイミング本当に分かんないの。まだ誰もクリアしていないこの 0.00% のコース、僕がゴールを見せてやるぜ。ペペペペー。しかし絶対に僕は諦めない。諦めたらそこで試合終了だって安西先生が言ってたんだ。最近見ましたスラムダンクの映画、みんな見た。あっあっあっ、やったー。どんな動き、うん、意外と上下で動くのね。しかもこれ意外と隙間ないな。うん、どこ行けばいいのよ。ちょっと見てっていいかな。あ、今じゃない？なんか開始2秒ぐらいでさ、右の方隙間できてなかった。あそこ狙ってってみようか。絶対そこが穴だよ。だからどのタイミング、このタイミングか。違います。もうちょっとタイミング早めてみようか。いやこれ、あ、いけるいける、なんかいけそうじゃなかった。ゴールが見えてきましたわ。どこの、あえてめちゃめちゃ遅く行ってみる。もう綺麗な整列見た今、綺麗な黒になってる。まあでも行き方分かったね。これで行ってみせようじゃないか。このパワーブロックを持って一旦このドス、あ、パラシュート入ってないんだな。でもう一回パワーブロックを回収するみたいな。もう無理じゃねえか。ドス止まれって、もうちょっとぐそぐそだって。パラシュートが入っちゃったら楽なんやろうけど、これマリンとさ、ドッスンが走る速度一緒じゃん。だからパワーブロックを回収するためにちょっとずつ減速していくみたいな。止まれ、これ僕ジャンプできないじゃんか。一緒やしょ。どうすりゃいいんだ、減速し続けたらさ、ドッスンにいつか追いつかれるからさ。あ、パワーブロックの上に乗ればいいんじゃない、これでいいのか。はい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 、多分これでいつかはドッスン、いやだー、邪魔すんだ。ちょっと実況やめるわ。何回で落とすかだけ先に見さして。1 2 3 4 5 6。あ、6回でいいのね。あ、っていうかこれクリアできたんじゃない。モレジタで作っちゃねえぞ一生懸命。え、待って、すごい簡単そうなんだけど、このコインを取って左から順々に壊していくだけでゴールできるよな。まあ、タイムも10秒あれば全然間に合うしさ。でここでゴールみたいな。はいはい、届かないのか。ちょっとジャンプボタン押しっぱしてみていい？あ、やっぱ上がれないか。ってことは右から壊して最後はゴールに捕まれっていうことだろうね。攻略法さえ分かっちまえばこっちのもんよ。時間は10秒ってめちゃめちゃきついわけじゃないよ。ここ2枚抜きどんどん押してって最後は大ジャンプでゴールと。さあ、ありがとうございます。ちょっと言い訳させて、デカキノコってさ、どっから落ちるとか分かりにくくない？範囲がめちゃめちゃ広いからさ。だからもう落ちること前提で右まで走ってった方がいいんじゃない？だからここ行ったんじゃない？このパタパタ1回しか踏めないと思うんだけどな。これ1回で2回踏んでいくみたいな。絶対無理だよな。だから3段飛びできる秘密が何かあるんだよ。一旦踏んで何もしないでおこうか。どう考えても1回しかパタパタ踏めないと思うんだよな。2、3回どうやって踏むんだろうね。始まった瞬間踏んでみたらどうなるか。ゴリアクを見つけたぞ。分かった分かった、パタパタを速攻踏むじゃん。で隠しブロックを叩いてバックンが出てくると思うんだけど、あれに足す乗りすればゴールできるんだよ。絶対そう、見てて。そんなに時間かかんないと思うから。よし、うますぎ。でジャンプしてコインを取れるのかい。でここから右にジャンプ、やったー。これ普通に降りてっていいのかな。
普通に降りててどんどんこのリフトを下っていくみたいな。それリフト乗ったらさ、これもうジャンプできんくない？上でブラパがいるからさどうやってするんだろうねこれ。もう上からジャンプ以外なくない？いて、ギリギリ狙いすぎたね。もうちょっと手前でジャンプしようか。ただこれでクリアできたらそんなにクリア率が低いわけ。来た来た、助けてー。一番下から攻めようか。いやこれね、一段ずつ降りない方がいいよ。そうしちゃうとさ、ほらブラパがどんどん左に寄ってきてマリオが助走できる隙間がなくなっちゃうんだよな。だから一番下に乗ってこっから右にジャンプみたいな。うわ、なんかいけそうな気がする。攻略を見つけたぞー。ジャンプどんだけー。ふざけるな、対岸にせよ。そんなにふざけるようなゲームでもないだろう。そしてそんなにふざけるようなコースでもないだろう。しっかりせえ。じゃあここはジャンプしてここで鍵を取って次こそ扉に入っていく。これでゴールだろ。で、毒キノコ動いてないんだな。一旦下まで行ってみる。これどこで毒キノコ動くんだろう。なるほど、毒キノコの上のピースイッチを踏んだら出てくるんだね。これさ、一番最初に毒キノコを封鎖する準備しておいた方がいいよ。これで一番左の毒キノコはもうこっち側に来れないと思うんだよな。まず右にあって左にある。そしたら来れないでしょ。ここもジャンプするすぐ。オッケーオッケー。でこのピースイッチじゃねえや、この毒キノコは戻って来れないから、これ手助けしておいて一旦右にやらなくちゃいけないんだよ。さあ2体集まったね。左にどんどん重ねておこうか。2枚取れた。でここも2段、いや3段くらい重ねておく。そしてここでジャンプして取っていけばいけそうじゃない。これこの下あるでしょ。うわまだか。この下、はい、毒キノコー。これセピーじゃん。見たきゃ毒キノコ猛烈立てつくんじゃねえぞ。このパンを持ってこのパックを倒せばいいだけだと思うんだけど、えこれそんな難しいの？一旦落としてみようか。いやちょっとごめん、ちょっとミスったね。で落としてやられないな。これ落ちていいみたいだ。積みましたわ。このパックを倒せば鍵が、あーもしかしてこの下のオープンブロックかな。はいはい、そういうことね。っていうことはどうやってあのパックを倒すかだよね。これをさ、こんくらい消すじゃん。そしてこのパンブロックを投げれば、投げればというか落とせばパックを倒せるんだよね。でその理由はさ、このパンブロックが壁に当たってないっていうことなんだよね。もし壁に当たってしまうとパックを倒せなくなる。ちょっと歩いて落とすみたいな。これで倒して、やったこれでゴールできるやな。隠しブロックとかないだろうな。大変なことになりすぎだろ。一旦真ん中行ってみる。いや真ん中行けないのかな。真ん中行って運ゲーですね。運ゲーの極みですよ、クロコス。おおお、なんかめっちゃいい感じで行けたね今。あの調子で全部取るんだ。いや、もうめちゃめちゃじゃねえか。やめろやめろ。語彙力なくすってこのコース。ワードはギャーとかしか言えないって。いやなかなかいい感じできたな。そのまま頼む。この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 ここここ、左の左の。オッケー、よし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 。で一番上のコインを取れば終わりっていう感じだと思うんだけど、取れるかな。ここ、うまい。そしてこの下はどうなってんの。とりあえずダッシュジャンプしていってみようか。助けて、とりあえずてっぺんまでは行きたいよね。どうにかしててっぺんまで。あ、いった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 。行ってどうすんだよ。こっからどうやって着地しないでゴールするかなんだけど、あのゴールポールに絶対捕まることができないんだよな。やっぱさ、バネの反動を利用した空中ジャンプみたいなのがいるんだよ絶対に。だからここでエーレン出してみようか。うわ、なんもなんねえか。まあ僕の大本命はこれだね。クルリン入れた瞬間にバネに押し出される。そしてその瞬間にジャンプすることによって何もならないですわ。バネに押し出された瞬間にヒップドロップしてジャンプ。これね、ヒップのタイミングめっちゃ難しいばい。もう一回やってってみていいかな。ヒップした瞬間エーレンだ。いた！攻略を見つけたぞ！絶対これだよ。あとはどのタイミングでヒップしてジャンプするかなんだけど、一旦これで、うわ、むずけ。ちょっと上突っかかるんだよな。多分ね、もうダッシュしなきゃいけないと思う。ここで、端っこギリギリで踏めないか試してみていい？おい、おい！
まあでも踏めたね端っこで。だから端っこで一体でも踏むことができれば簡単に上から行くことができるんだけど、その端っこ踏むのがめっちゃ難しいのよ。一旦下から行ってみる。下からこういう風に行って、あ、これ結構集中してくんだ。いや面白いねこれ。動画的にはね、下から行った方が面白いかもしんない。でこっから左に逃げてみようか。で次はどう来る。そんなに難しくなかったな。クリア率が 0.93% だからね、結構ビビってた。だからここで右ダッシュ。これさ、僕思ったんだけど、一旦真ん中行くじゃん。でこの右行けそうじゃなかった？左から走って普通に行ってみようか。あ、まあまあダメだよね、こんなんじゃいけないと思う。多分途中でクルリンを混ぜなきゃいけないんだよ。じゃあ適度なタイミングで走ってクルリンを入れてみる。次は歩いて行ってみようか。勢いをつきすぎないように歩いてクルリンしながら。うわ、これじゃ押せえばい。本当にちょうどいい速度じゃないとダメなんだろうね。これでさ減速しろって結構むずそうだよな。適当にやってってみる。いや適当は絶対無理ばい。まず一番左から走っていってみる。そしてどこに当たるか。1,2,3,4,5 段目、多分ここに当たったと思うんだけど、多分ここでくるりんしてもその隣の壁に当たるだけだと思うんだよな。いやちょっと待ってね、おっかいだけさして。ごめんねカットしないで。ここでくるりんして、やっぱ当たるよ俺。ってことはこの5段目のところで減速してくるりん入れてみようか。そんな簡単にゴールさせてくれるとは思わないんだけどね。じゃあ5段目のところでくるりんして左押してみようか。これでいい？あ、これいけんのかな。まあこうなっちゃうよな。これ僕めちゃめちゃ苦手かもしんない。他の人だったらもうちょっとうまくいけるかもしんないんだけど、なんかねこういう繊細なやつって全然いけないんだよな。いやなかなかいけてるね。ちょっとだけコツ掴んできたんじゃない？どこが？このねマリーの左足がやっぱブロックに重なってる時だね。ここでジャンプ右下、それでいけることができるね。もうそれさえ分かってればこっちのもんだよ。もうこんなんだったら喋りながらクリアできませんね。もう見飽きたでしょこの場面。絶対にクリアするよ。このスターさえ取れば絶対にクリアできると思う。頼む。よし、ゆっくり行こうか。歩いて、スタートっても時間はたっぷりあると思うからゆっくり行こうか。多分ねゆっくり行った方がいいと思うんだよな。はい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 。頼む、もうゴールで会ってくれ。こっから右を向くなっていう感じなんだけど、下をうまく使って出した瞬間右、なるほど、出した瞬間右行けば。全然進まねえじゃねえか。ちょっとガチやります。出した瞬間に右、出した瞬間に右、出した瞬間に右。うわ6つ。でもやり方は大体分かったね。下を出した瞬間に右で引っ込む時にはもう左押さなくちゃいけないんだよね。これの繰り返しか。いやこれなかなかいい調子できてんじゃない。投げくっそ。リズムに乗っていこう。リズムよくやればこのコースじゃちゃんとクリアできるんだ。あい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 。よし、じゃあ静かにやっていきます。はい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 。来たんじゃないこれ。頼む、ゴールでやって。で最初はクッパクラウンに乗ったまま、このクッパクラウンに乗って右ダッシュすればいいのかな。で後ろの砲台どういう意味があるんだろうな。ただついてきてるだけ。とりあえず右ダッシュしていこうか。うわゴールめちゃめちゃ遠い。え、これどうやって早く行くんだろうね。この砲台がめちゃめちゃ早く来てくれるみたいなイメージと思ったんだけど、あ、ジャンプすればいいのか。あ、なるほど。だからこれでジャンプ連打しながらどんどん右に行けみたいな。はいはいはい、なるほどね。寝てんじゃねえぞ。攻略法が分かっちまえばこっちのもんよ。ドアから出た瞬間一旦ジャンプしてみようか。あ、今みたいなんできるんだな。これめちゃめちゃいいんじゃない。そしてここでジャンプをし続ける。これすげえ早いと思う。絶対いけると思うよ。みんな見てて。余裕シャクシャクさん。これでいけなかったら分かんない。やれることは全部やった。だからマリー、これで必ずクリアしてね。さあ行くわよ。1,2,3,4、次のジャンプ挑戦よ。この雪玉を持ってあのクッパクラウンの中に入れろってことかな。それでこのテレサ倒せる。いや邪魔くせ。いやそして時間もねえのか。入れれたよ。そしてあと5秒か。これワンチャンいけるんじゃない。ここ、いや入って、やった、やった、あ、抜ける。そっか、ノーダメージじゃないとダメなのか。これテレサも見なくちゃいけないし、クッパクラウンも見なくちゃいけないんだよね。いやほんとむずけ。
えばいい。これさ、小学生の頃にたまにやったと思うんだけど、運動会であれぐらい難しいね。あれなかなか入んないよな。オッケーオッケー、1個入れた。誰よりも投げた自信あるけど1個も入った記憶ないね。うわ、ここはクテレスさんが小さくなった時に右、いや今の絶対入ってるんだ、頼む、時間がないんだ。でも1個ぐらい入ってる。そこなら俺が入ってるぜ、味方テレサ。このタイミングで投げれば入る。オッケーオッケー。あとは右だけなんだけど、テレサが今から大きくなる、で小さくなった時にこの辺か。よしよしよし、やった。さあ一回地面から離れたら着地しないでゴール。壁キックしていけっていうことだと思うんだけど、あ、これ結構簡単で、あれ壁キックができないよ。あ、できたできた。なんかできる時とできない時があるんだよな。ここは、あ、できた。いや、わかんねえな。ちくわブロックに重なってたらダメみたいな。ちょっとそれ探していこうか。ちくわブロックのところでは、あ、ちくわブロックのところでできんじゃん。え、ていうかこれ終わるんじゃん。まあそう簡単にはいかねえよな。ここは普通にできる。そして次ができないんだよね。もしかしてちくわブロックのちょっと上にいたら、いや、できないか。あ、はいはい、なるほどね。じゃあちくわブロックに重なりながらどんどん壁キックしていけっていうことなんじゃない。攻略法を見つけましたわー。ではでは、このちくわブロックを狙いながら小ジャンで壁キックしていく。これでクリアができるんじゃないんでしょうか。さあマリー、ゴールの時間だよ。これはめちゃめちゃ繊細なキャラコンが求められるね。こけ。いや、まだ生きてる、生きてるよ、僕は知りません。どんだけ長いんだろうな。いや、こういうのめっちゃ好きかもしれない。どんどん乗りついていける。ちょっと待ってって。邪魔するなバネどもが、お前らを踏まれ続けてればいいのさ。一生足になる運命なのさお前らは。もう分かったもんね。この隙間をどんどん右上に渡っていく、それだけでいいもんね。めちゃめちゃ上手くなってるもんね僕。まだやられないよ、まだやられない。この先にゴールはあるのか。まあ見ててよみんな、今までのはオープニングだね。僕がちょろっと本気を出せばこんなコースじゃあじゃあとクリアできるのさ。もう立てつくんじゃねえぞバネどもが。確か落ちてこなかったような気がするんだけど、落ちてくるね。待て待て待たんか。絶対このシーソーが影になってると思うよ。一番右に逃げてみようか。そしたら、あ、はいはい、なるほどね。シーソーが傾くことによってチョロプを倒してくれるみたいだ。ちょっと時間かかりそうだけど、ちょっと待っておくわ。さあチョロプ、あと2体倒しておくれ。いやもう跳ねんなくていいって。もうどうせどっか行くんだからさ。そしてここは先に行けるのかな。あ、当たらないんだね。当たるんかい。で左のチョロプ見ておくの面倒だからさ、ちょっとタスジャンして真ん中のチョロプも平行して倒しながらやってってみるわ。ちょっと2匹残しておこうか。こっからなんかめっちゃ傾いてるよな。これでチョロプ倒せない。もうちょっと左行ってみる。よしよし、あと2匹、やったこれ面白いね。いや、あと1匹がなかなか倒れてくんないんだけど、次はちゃんとゴールするよ。こっから右ダッシュしてゴール。メカクッパを90体以上倒してゴール。やめろやめろやめろ。出すぎだろいろいろ。もう勢いで上まで行っちゃう。上まで行くことができれば俺の勝ちだ。大丈夫か。はい負け。甘く見てましたこのコース、簡単だと思い込んでた。まあ、似たようなコースってたくさんあるじゃん。そういうのもね僕したことあるんだけど、これなかなか難しいよ。こっからのキチクルチアちゃんと分かんないんだけどね。お前の日本語が分かんねえよ。一番上でヒップドロップ間違ってないと思うんだよな。左から攻めてみようか。一番上から行くしか方法がないっていうことが分かった。だからここでヒップドロップは間違いないと思う。もうちょっとのような気がするんだよな、このコースのクリアまで。まあ、適当にやってみるか。ここからヒップドロップ、生きて生きた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 。あぶねえ。お前よくもやってくれたな。最後ビビらせやがって。ここで無限ピカピカってちょっとしてみるか。無限ピカってなんなんねえよ、なって言ってるんだ俺は。さあブラックパックンを1体倒してからゴールか。そのブロパをどうやって倒すかなんだけど、上にパワーブロックかなんかあんのかな。ピースイッチ、このピンを取って、あ、ピンがなくなったよ。ピー、剣で刺したらダメなのね。ってことは指でこのピースイッチを発動する。そしてどうするかなんだ。ちゃんと当てろ。いや、あのピースイッチがさ上下してるからめちゃめちゃ当てにくいんだよな。そしてピースイッチを発動すればもう終わりなんじゃないの。次は狙ってみようか。ピースイッチを狙う。そしてどうすりゃいいのよ。ピースイッチを発動するところまでは分かったんだけど、こっから縦で落ち返す。あ、はいはいはい、なるほどね。このピースイッチを発動させてここで縦。何を防いでるんだ。そんなに僕をゴールさせたくないのか。でもどんな壁も僕は絶対に乗り越えてみせるよ。見てろ。あ、
もういいってマジで同じところばっかだって。これでクリアできなかったらマリオメーカーやめたいと思いません。さあゴールしてくれ、頼む。これいけますか。もう不安でしかないんだけど、あのブロック端ギリギリ乗れっていう感じでしょ。こんなのいけるか。これ何個あるんだろうな。5、6個ぐらいあったらマジで鬼畜じゃない。来たー。いや1個いけたのマジでかい。次はジャンプ調整しなくちゃいけないっぽい。こんくらい。うわ惜しい。今入ってたら終わりだったんじゃない。でももう分かった、3回目もタス乗りしなくちゃいけないんだけど、常に上を失敗。多分それでドアに入れない。集中しろ。ただ3回タスジャンするだけに時間なんてかけてられるか。どうだ、やったじゃあどうやって倒すかよ。一体一体ヒップドロップしてみる。ただこれで10秒以内に全員はまず難しいと思うんだよな。あ、2枚抜きできるんだ。はいはい、これで全員倒していけと。なんだその顔は。これ絶対10秒間に合わねえ。ちょっと上行ってみようか。うん、綺麗な整列。狙いは亀の甲羅を一番上から蹴ってみる。それでさ、この階段状になった敵ども一掃できないかな。あ、できたんじゃないこれ。ちょちょちょ待って待って、お前勝ったって。これぞ赤鬼だね。まず一番最初に山のてっぺんに行きます。そして左に亀の甲羅を蹴って左の山を崩します。一個余ってね、こいつを投げればもうゴールができるんじゃないのか。ふざけるな、もう安心して見てて、きっとこれでゴールができると思うから。さあこれで亀の甲羅を蹴る。でてっぺんの亀の甲羅を右に蹴ればゴールができるんじゃないのか。頼むゴールしてくれ。さあ何が出てくる。いや出てきすぎやろパックンが。え、これ抜けれんのかな、いける。いや絶対無理だって。開始した瞬間右ダッシュしてみようか。あ、結構無敵時間あるんだな。右から2体目のパックンぐらいに当たったから、そこでジャンプすればゴールできるんじゃない。あれシャガジャン入れようか。シャガジャン入れてなるべくマリオの面積を低くしよう。そうすることによって右に行けるんじゃない。普通のジャンプじゃ多分難しいと思う。多分ね、空中邪魔くせえ砲台が。え、ちょっといけるかな。クリア率の割に意外といけそうな気するわ。さあ1枚目のコインを取ってて、2枚目の取ってすぐギャー。1枚目のコイン取って戻ってみる。ちょっとそれでやってみようか。でもさ、時間10秒しかないから間に合わないと思うんだよな。てかこれさっきと同じパターンだ。別の生き方がある。そうだろう、開始速攻ジャンプしてみよう。攻略を見つけたぞ。もう分かったもんね。この隙間に入って上に行けばゴールができるんだ。集中しろ、種さえ分かればそんなに難しくないコースなんだ。見てろ、行け。さあ一画面でどんな騙し方をしてくるんだ。上から何かを振ってくるだけなのか。じゃあ右ダッシュしてゴールできませんね。じゃあバブルを避けます。こっからどうするか考えよう。ツタが出てきたね。このツタに登ればゴールできるっていう感じなのか。いや本当に行ってみるよ。何も。じゃあ一旦このブラッパ避けようか。もう無理じゃねえか。これどうやってゴールすればいいんだろうな。じゃあ急いで行けってことかな。こっから急いで行ってみる。別の行き方があるかもしんない。だから一旦このパックを避けて上に行ってみようか。上は、あ、上なんか行けたけど、こっからジャンプしたら、あ、なんか乗れたよ。ゴリアクを見つけたぞ。もう分かったもんね。ここは砲台の右側に行っておく。そしたらバネが降ってきて、こっからゴールできるっていうことなんで、キャオー。この辺だったらバネは降ってこない。頼むゴールさせて。よしよしよし。それか隠しブロックかなんかが。ずるい。キラーオーナー一つ持っていったじゃん。二つ準備してるこの方。いやしかも綺麗にゴール塞いでんな。いやどうやってゴールするんだろうね。なら開幕ダッシュだ。これでゴールができませんね。開幕右ダッシュしてもゴール板に間に合わないんだよな。左にキラー置いてるってことは、多分この砲台が、あ、壁キックすればいいんじゃない。今みたいにさ、壁キックしたらギリギリ間に合うみたいな。はいはいはい、もうゴール方法見つけちゃったよ。いや違うんだって。すぐにジャンプしよう。これでいい。うわ届きそうで届かないのか。え、今の届く。ちょっともう一回やり直してみていい。多分めっちゃ早く壁キックしなきゃいけないんだろうな。あの砲台から何が出るか。鉄球。鉄球が出るってことは、この鉄球をかわしながら、しかもこのドクロリフトをどんどん避けながら行けってことでしょう。ちょっと待ってね、これ感性がめちゃめちゃ効くわ。この青いドクロリフトがあるじゃん。感性が強すぎて。まあまあでもそれそんなに難しくないかもしれない。邪魔だよ鉄球が。なかなか難しいですわよこのコース。クリア率 2% だからといって甘く見ていた僕がバカでした。危ないね今の砲台。めちゃめちゃ速くなってなかった。さあここでドクロリフト。ちょっと待ってて、危ない。
ちょ待ってって、いいね。誰か助けて、もうクリアテイク見せちゃいます。そこまで人気じゃない YouTuber としてさっさとクリアテイク見せちゃいます。さあこの青いドクロリフトに乗って一旦上に逃げておいた方がいい。でこの白いドクロリフトに乗るじゃん。そしたらね、青いドクロリフトの下に隠れれるんだよな。だからこれ隠れる。オッケーオッケーオッケー、これゴールできるんじゃない。ちょっと見てっていいかな。スクロール早すぎない？いや、それより早く行けばいいだけの話さ。さあ行くぜヨシコ。卵からヨッシーがジャンプすると思うんだけど、そこで乗れるのよ。来た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 、ヨシコ。これさ、ヨッシーに乗るじゃん。そしたらスピードが減速されちゃうんだよね。走ってヨッシーに乗ってると思うんだけど、乗ることによって一旦止まってしまうみたいな。それでゴールマンに届かないんだよね。じゃあ左行ってみようか。左行ってみる。あ、今下下がんなかった。攻略を見つけたぞ。いやもうね、それさえ分かればマジで簡単だと思う。ここでヒップ待機をすればいいだけなんじゃない。さあドッスンおいで、こちら。キモすぎる。これさ、一番下だけ動かせばめちゃめちゃ簡単にクリアできるんじゃない。こういう風に相当時間かかってしまうけどね。こんなんでいいのか。これだったら絶対クリアできると思う。このドッスンがさ、なんていうのかな、上下左右動き方がバラバラだったらめちゃめちゃ難しそうだよね。いやこういう時めんどくせ。3体一気に来んなって。もう1体ずつか、それとも2回ずつ来いって。もう3体だったらさ、入り口まで押し返されちゃうじゃん。ちょ、だだだだだ、よし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 、大丈夫。でかいのもいいんだ。なんで左にもいいんだ。これゆっくり行かなくちゃいけない。そしてでかいドッスンだけ左に来させる。で次のドッスンはどうしようか。これもう左、いやドッスン戻ってきてんだよな。ドッスン戻ってくるのちょっとタッチ悪くないか。左に行ってくれないんだよ。うわどうしよう。いやこのドッスンさえできればゴールなんじゃない。頼む、やったー。じゃあこのコインを4枚取りながら、しかも青いトゲメントをかわしながら行けみたいな。これむずすぎんかー。タイミングめちゃめちゃシビアじゃない。上の青いトゲメットが右に行った時にしか左に乗れないみたいな。それを4回繰り返すって結構やばいと思うんだよね。これさ、1個目のコインかすって取れないかな。ちょっとそれでやってみようか。いやギリギリでいけそうな気がするんだよな。いたいたいた。じゃああとは開幕ダッシュでいけるかどうかのタイミングなんだけど、うわ絶対無理だね。上のトゲメット左まで来てるじゃん。だから少しタイミングずらした方がいいんだよ。左からの右、これでどうかな。頼む、いたくれ、いたゴール条件で見にくいんだよ。騒ぐな、ゴールまでもう一歩手前まで来てるんだ。これで行って、イセルさん行けー。この面の降りて行けっていうことだと思うんだけど、普通に降りてったらまあ間に合わないと思うんだよな。上から面が降ってくんだか。一番左から攻めてみようか。こっから右下に少しずつ降りていく。ちょっとマジでツルツルしてんだ。ツルツル。やり方が違うのかもしんない。一列全部壊してみる。そしてこうやっていけるわけねえだろ。これさ、ジャンプとかを混ぜてった方がいいのかな。こういう風に、あ、なんかこれいけそうな気しない。たまにこうやってジャンプ混ぜたらいけるいける。攻略を見つけたぞ。分かっちまえばこっちのもんよ。スピンを入れた方が簡単だっていうことが分かったね。じゃあここで一旦3つぐらい崩しておこうか。そしてスピンで、なんかねこのつららが落ちそうになったらもうねスピンして逃げた方がいいよ。次は左、左でいいのか。